皆さんこんにちは。公益社団法人東京青年会議所、8月度の理事長挨拶をさせていただきます。今日はいつもちょっと雰囲気を変えまして、今月、7月29日、28日と行いました、ワンパク相撲全国大会の会場である両国国技館から理事長挨拶をさせていただこうと思います。本年のこの大会はですね、5月から各地区で予選大会を行い、また全国でも201の青年会議所がこの運動に参加していただいています。本大会には133チーム399名のわんぱく力士が今日この国技館に集まって、自分たちの目標、そして今まで培ってきた努力をですね、全て出し切って今日この大会で全力を出してもらいたい、そう思っております。わんぱく相撲、実はただの相撲大会ではなく、これは教育授業の一環として行っています。この勝ち負けの中から、勝った者は負けた者に対してのいたわりの心や、また思いやり、勝った者は負けた者はその負けたことの悔しさや、そこから立ち上がること、負けたことから自分が学ぶことをいろいろとですね、考えてもらって、この一日の経験の中で、これから何か新しいことを行っていくときに、それが自分自身の大きな勇気になる、糧になる、そういうことを学んでいっていただきたいなと思っております。では中の方をちょっと見に行きたいと思います。はい、ここですね、もう受付が終わってですね、もう今中で大会が行われています。昼間はですね、実はちょっともう終わってしまってるんですけど、今日ブースをいくつか設営しています。わんぱく相撲をやるだけではなく、私たち東京青年会議所は献血運動、また、7月例会で、行いました親守唄、子守唄というのはご存知だと思いますけれども、子供が親に対して自分たちの思いを伝える歌、そんなことで、親子の絆をもう一度深めていこう、そういった運動を行っています。そしてもう一つ、JC エイドという運動、こちらはですね、被災地、もし震災が起こったとき、大人2人が2日間生き延びられる、そういったものをパッケージングにして、また届いてくる。そして、何か有事があったときには佐川急便さんがそれを取りに来て被災地まで送る。そして、もちろん自分たちが被災した時にはそれを使うこともできますし、また賞味期限があと1年に迫った時にはそれを食料で困っている地域のまた国にですね、そのまま送る、そういう、絶対無駄のないパッケージングを作っております。そして、もう一つ、ナッシングバットネットですね。以前こちらの理事長挨拶でもご説明させていただいたんですけれども、マラリア撲滅運動として、バットネット、蚊帳を1ドル、蚊帳を1セット10ドルで、その、マラリアを撲滅するべくですね、その地方に送るという運動を行っています。そしてですね、毎年実は好評で行っているのがですね、こちらの販売ブースですね、ワンパクグッズの方で販売ブースなんです。こんにちは。ちょっと取材に来たんですけども、どんなものが売れてますか？タオルですね。ワンパクタオル。綿 100%。綿100。ね。これ1000円です。そして？センスです。センスです。私も。京都老舗の。私も買いました。100本限定です。100本限定。はい。こちらに福島 JC のですね、理事長さんがこんなにご購入いただきました。どうもありがとうございます。福島 JC の方、福島のお子さんに今回先生をやってもらったんですけども、はい、ありがとうございました。なんかちょっと一言いただけますか？はい、ありがとうございます。皆様にご協力をいただきまして、選手宣誓を福島の子がさせていただいたんですが、皆様にぜひとも 3.11 を忘れていただきたくないとともに、引き続きご支援いただけるとありがたいなというふうに思っております。本当ありがとうございます。どうもありがとうございます。すいません。ありがとうございます。楽しんでてください。はい、ありがとうございます。すいません。じゃあちょっと次の場所に移りたいと思います。はい、今ですね6年生の取り組みが今下で行われてます。ちょっと近く行って見てみましょうか。は
い、今6年生の取り組みなんですけれども、本当体格もですね、大人と変わらない、そんな子どもたちです。こんな子どもたちなんですけれども、本当負けると本当に悔しそうな顔するんですよ。でなんですけど、この負けた後もですね、ありがとうございます大きい声で、挨拶をする、そんな姿見ると本当にやっててよかったなと思います。そしてですね、今こっちの方で、うちのメンバーたちがですね、この取り組みの管理と、また今回の放送は全部ユーストリームで、放送されてまして、その放送、そして奥の方ですね、アナウンスを全部やってます。こうやって全部一つ一つがですね、東京 JC のメンバーの手作りで、この大会は行われています。また私たちだけで、当然手が足りないんですけれども、その部分はですね、高校生ボランティアや、またクラブワンパクというワンパク相撲の経験者の子どもたちに集まってもらう、中学校高校大学の子どもたちに、そのクラブワンパクというものを組織して、その彼らが地区大会からこのワンパクの全国大会までですね、全部運営をお手伝いしてもらってます。はい、はい、お疲れ様です。ですね、今ちょっと支度部屋の方の、支度部屋の方に来たんですけれども、ここでまず子どもたちがですね、準備をすると、で、取り組みまでここで待機をするという場所ですね。で、ここにですね、来年のワンパク相撲担当副理事長がいるので、ちょっと一言もらおうかと思います。来年に対しての意気込みをちょっと語ってもらおうかなと思います。こんにちは、ワンパク。四股踏んでますか。来年はですね、全国大会に新たな風を吹こうと思いまして、できればモンゴル、台北、香港、カナダとですね、世界大会ができないかなと模索してます。ぜひ期待してお待ちください。実はね、貴乃花親方がですね、そんな世界大会ってやらないですかって言ってましたので、ぜひちょっと実現してみてください。できるかな。じゃ頑張りましょう。頑張ります。はい、今ですね、貴乃花親方のインタビューいただいてますので、そちらの映像もちょっと見てください。はい、今日は大会本戦にが始まりました。本日はですね、開会式から開会宣言、そして、その後もですね、ずっと一緒にですね、第65代横綱貴乃花親方に来ていただきました。本当今日どうもありがとうございます。ありがとうございました。親方、実は第6回大会で優勝されているということで、その時のなんか思い出とかありますか。やはりこのわんぱく相撲に参加して、今の自分があると思いますので、懐かしくも、また子どもたち の真剣な眼差しっていうのが、はい、我々この今親方業をやっておりますけれども、勉強になります。これだけ真剣に取り組むということがどれだけ素敵なことかって心洗われるような気持ちしてます。ありがとうございます。そうですね、負けてもありがとうございますと大きい声で言うところが良かったですね。ぜひちょっと子どもたちに一言だけメッセージをお願いできますか。今日の一日がもう人生の良き思い出にの一日になるように、負けても勝ってもいい思い出にしていただきたいと思いますので、またこの経験を、相撲をやらなくても人生の中で生かしていってほしいなと、そう願います。はい、どうもありがとうございます。これからも我々の運動をぜひご協力いただければと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、今日はどうもありがとうございました。というわけで、ざっとワンパク相撲をですね、ご紹介してきましたけれども、私たち東京青年会議所、今年で28回のこれ数える大会になってます。私たちがこうやって今大会ができるのもですね、全国で、この我々のワンパク相撲という運動に対して、ご理解をいただいている、同じ同志である青年会議所の皆さん、この支えがあってからだからこそだと思っております。これからもですね、子どもたちの未来のため、そして健全育成のため、でこのわんぱく相撲から地域のコミュニティや、またこれからの地域を支えていく、そんな青年たちが育っていく、そういう大会にしていきたいと思います。私たちわんぱく相撲だけをやってるわけではございません。これからもですね、8月中もですね、多くの授業を東京青年会議所を開催しています。またこのように全て手弁当でやっている団体です。きっとこの中に一緒にですね、私たちと運動をしていただいて得ることがたくさんあると思います。ぜひ
25歳から38 40歳までのですね、性別、職業、宗教、そして国籍を問うことはございません。多くの同志の方とですね、一緒に我々運動していきたいと思います。こちらのホームページの方でもですね、そういった情報が掲載されておりますので、事業の方のご確認とともにぜひチェックしてみてください。それでは今月も私たち東京青年会議所力いっぱい運動していきますので、これからもよろしくお願いします。